多分誰もやってないよね茨城きっと。みんななんかこう一人ずつやってみたいな。バンドであってもね、だからそこがやっぱりそのまあまあ先に言ってしまうとやっぱり音に現れてるっていうか、その同じことの繰り返し、仮に譜面上同じことの繰り返しでも必ず1回目に出てくる時と2回目に出てくる時っていうのはもうそれぞれの人の気持ちが違うんで、だから打ち込みで作っちゃうとファーストバースもセカンドバースもサードバースも基本的に同じノリっていうか、どんなに後から手を加えたとしてもやっぱり同じノリになっちゃうんだけど、やっぱり一人一人絡んでるものがこう、最初から最後まで出てるから、それはある種の緊張感もあるし、でもさすがもみんなベテランだからその緊張感を楽しむっていうのが、その要するにやり直せない世界なんで、まあやり直せない世界の中でこう、どれだけせーのでいいテイクを取るか、だから間違えるとか間違えないとかそういうことじゃないんだよね。なんかそのノリをみんなでこう共有するっていうか、それができるまではやっぱり何度も何度も繰り返すけども、やっぱそこは、まあ、作曲家である俺であったり、もしくはそのバンドをまとめる俺に全員視線が来るような場所にみんないてもらって、まあ、基本的に俺譜面は一切書いてないんで、こう次行くよとか、まあ、こうフォークボールとかカーブとか牽制球とかいろんなものを出しながら、それが楽しいんだよね。それまとめられなかったら全部俺のせいだから、差し替えられない世界、当たり前なんだけど、やっぱりその時の時間をレコードを記録してるわけだから、もちろん多少のねこうやり直しとかっていうのはもちろんそのスタジオクラスとかだからできるんだけど、やっぱりグルーヴっていうのはテンポ感とか、俺はそのいわゆるクリックを使わないから、ひょっとしたら曲が始まった時と真ん中と終わりじゃテンポが違う可能性もあるんだけど、そういうの気にしてると音楽じゃなくなっちゃうっていうか。Moving again. Moving again. Okay. Let me try.